ようございます。今日さ履いてないみたいになっちゃう。大丈夫か。おはよう。じゃあ気合を入れましょう。せーの、気合だ気合だ気合だ。おはよう。じゃあラジオ体操していきましょう。みんな布団から出て準備。横曲げの運動です。椅子の方はゆっくりと腕を横に曲げて、
さあ胸の横の筋肉を十分に伸ばしましょう。トントントン。立ってる方は弾みをつけて二度曲げて太ももを叩きます。その腕を前から下に振り下ろして、振り上げて大きく後ろに反ります。前と後ろに。第一やって待ってたの。立ってる方は弾みをうまく利用してもらいましょう。腕を振って体をねじります。大きく大きく正面でチーク、強く強く、弱く弱く、後ろまでしっかりとねじってください。片足跳びの運動です。ももを高く引き上げて軽快に駆け足足踏み、1、2、3、4、体を大きくねじり反らせ、斜め下に曲げます。ねじり反らせて柔らかく曲げましょう。上体を前に倒して背の運動です。その方は腕を横に、胸を張って背中や腰の筋肉も引き締めます。両足跳びの運動です。はい、開いて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。3、腕は前から横に振ります。さあ弾んだ呼吸を整えるように行いましょう。なんかやってるテレビで、もうお腹すいた。深呼吸です。深く息を吸って吐きます。もう一度息を吸って吐いて繰り返します。オッケー。今のオッケー、めっちゃ弾みよかった。じゃあ、ダルさん、やっていきましょう。その場所に、はい、1、2、3、4、5、6、7、8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 、1、2、3、4、5、6
しろ。こっち。やばい、もうお腹すいて。気絶するよ、お腹すいたな。はい、じゃあせーのでワープするよ。せーの。いいね。今日のワープいいね。できた。おはようみんな。そう、今日は昨日ツイッターの動画で言ったんですけど、花の好きな、まあまあ好きな食べ物になっています。いや、まあまあってなんだよって感じだよね。はい、花のまあまあ好きな食べ物、今日は韓国風でチヂミとサムゲタンスープなのかな、よくわからんみたいのを作っていきたいと思います。まあまあ好きな食べ物。あ、お腹空いたよ。大丈夫。サムゲタンで合ってる？合ってない？初めて出てきたやつですよね。うん？合ってる？なんか鶏肉使うやつなんだけど、使うやつなんだけど、あ、ボサボサもちょっとチック。何これ、あんま可愛くない。サムゲタンでも結構なんちゃって、お米入れると思うんだけど本当は。あ、ミッキーさよなら、バイ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 。本当はお米入れるんだけど、今日もち米入れるんだけど、今日は入れないから、めちゃめちゃなんちゃって。ごめんないしね。まあ味濃いめということで。あー、お腹すいた。よし、まで見えちゃうのこれ。可愛いでしょ、あったかい。しょっぱいかな。
セロリをやっぱ味直しはセロリだよね。家でね、靴下油断したよ、うん、家で靴下は履く派なのかな、なんかねどっちでもないわ、なんかどっちだろう、履いてる時もあれば履いてない時もある、履かないかな基本的に。でもなんか朝は寒いし、寒いしなんか履きたい気分だった、いつも。毎日靴下見えてたの？そんな見えてないと思ってたよ、恥ずかしすぎるわ。今日レンジ使わないからレンジと喧嘩しない。なんで？なんでないの？え、なんでないの？家なんだけど。こんなところに、なんで、ピーラーあうしょあったよピーラー。小島家さ物移動しすぎじゃない？あ、また小島家です。今日 BGM 流れてるんだけどちょっと小さめかも。え、でかいのある？学校6月1日からになりそうです。はい、私の学校なので、まあ、6
5月30日まであるっけかなぐらいまでになると思います。じゃーん、昨日のシュウマイの皮これ入れる、米がないから。え、いや、ハナマジで握力上がったと思うの。え、前なんかで言わなかったっけ。あ、ユズに言ったんだ、ユズに話してた。絶対握力上がった私。春菊、キムチ2種類作るかな、と安定のニラがね、したか、そりゃそうだ。ネギ、あ、ニラ、安定のニラ、26分。BGM マジで小さい。今日人参使わないよ。いや、人参入れた方がまあ可愛いと思うんだよ、チヂミは。でも今日人参なくて家に、しょうがないよね。マジでいいんだよね。
くて寂しいよ。パエリアの時のタコを入れるよ。余ってたからさ。あとちくわ。今日チヂミ作ってます。入れないみんな。入れると思ってた。なんか何でも入れちゃえ感ある。よし、じゃあこれをエンドビンで、これなんかお掃除し、よいしょ、好み焼きじゃない、みんながお好み焼きとかなんかとか話してるからお好み焼きつっちゃったじゃん。チヂミです。
強力粉じゃない。これは薄力粉どんくらいだと思う？これでいいや。なんて適当だよ。で、卵。今日も今日とて一人分の量じゃないですね。あ、ちょっと時間ないからやめよう。2個出す。あ、なんかいい感じになったわ。まあ、いい感じじゃね。ほら、手ちっちゃいでしょ。あ、そうなんだよ、手が小さいんだよ。よくわかったね。水が足りなかった。入りすぎた。お肉入ってない。チヂミ、
キムチ。キムチ。キムチ入れたよ、こっち。中になんかやつを入れよう。こっちに入れよう。私辛いの食べれないんだよね。そのいっぱい入れてるけどさ、この油を。そしたらもうちょっと具が多めの気がするし、え？そんな特殊な入れ方してた私。
ネギ。もうちょっとですね。パンケーキはね、うん、しっかりして。なんだっけこの曲、危な、爪切るところだった。これ難しそうだよね、確かに。わあ、絶対失敗するに一票。あ、大丈夫だった意外と、よかった。フライパンがでかいからさ、いい感じな感じにならないんで。ライディーン？なん、ライディーン？ライディーンってなんだっけ？なんだっけこれ、なんかによく使われるじゃん。あー、忘れちゃった。忘れがち派の。これに書いてあるんですけど、ごま油出てる。あ、もうお酢ない。あとで漬け出さなきゃお酢。これ今流れてるのライディーンじゃない？違う？今の違うよね。違うよね。
これ違うよね、花がただ単に大事を歌ってただけだよね。OK。ないですね。なんとなくですね。かわいい。あら、おめでたんできたよ。熱い。まな板ね、めっちゃあるんだよね。何枚あんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8。何か、ここの間違いない。8、9、10、11枚。わかんない、そんくらいある。めっちゃある。あ、すっごい割合おかしくなっちゃった。下手くそかよ。あ、そういうことね。透明だから見えなかったってことね。まな板あるよ。11枚もあるの、すごいよね。私もおかしいと思う。切れないよ。ジューってやるといいんだよね。
あ、萌香できたの？おはよう。珍しい、萌香。初めてじゃね？初めては違う。あ、これ絶対セロリのやつ。来た。初めてじゃないか。あー、分かった。小学校の時キャンプファイヤーでこれを撮ったんだ。思い出したわ。すっごい思い出した。ちなみに実行委員だったわ。難しい。これでなんか踊った変なやつ。よし、みんなちょっと待ってね、もう終わるから。やばい、時間がない。オッケー。
作業を。はい、かわいい。ワープ。あ、やばいやばいやばい。今日もマジで時間なかったね。これ散らすとかわいいんだよね。ちょっとね、来るまで時間ないから諦めよう。やば、あと50秒なんだが。好きなものから好きなものに降格しよう。うん、セロリも美味しい。じゃあ今日もお仕事ある方は頑張ってください。美味しかったよ、これも絶対美味しいよ。ちょっと飲むの。うまっ、うまっ。これで伝わった。